ファセラスブルガリスインゲン豆のアミノ酸、スコアインゲン豆は、豆赤の一年草。別名、斎藤サンド豆。主に西日本で藤豆、味豆などのことを、インゲン豆と呼ぶ地域があり、領種は混同されやすいが、別種である。古代から、インゲン豆は、南北アメリカ大陸での主要作物となっており、アステカ帝国では乾燥させたインゲンを、 税の物能品目として徴収していた。ヨーロッパにはコロンブスの二度目の航海の後に持ち込まれたが、当初はアメリカ原産であることは知られず、カズラの新種と思われていた。16世紀には育てやすく、食べやすい作物として栽培されるようになった。特にギリシャなど地中海沿岸地域では、空豆中毒にならない健康に良い豆として受け入れられていた。 フランスはこの豆の利用に熱心で様々な料理を作った。中でも若いインゲンを鞘ごと調理する料理、アリコベルが好まれ、そのためにフラジョレという専用の品種を作った。他の国も豆料理をフランス料理風の名で呼ぶ場合が多くなり、今日でも英語圏では鞘ごと食べる方法をフレンチスタイル、フレンチビーンと呼ぶ。16世紀末にヨーロッパを経由して、 中国に伝わり、17世紀に日本に伝わったと言われている。1654年、明からの気化像、イを、人間隆起が日本に持ち込んだとされることからこの名がついた。実際には、藤豆を持ち帰ったという説もある。このためかどうか不明だが、関西では、藤豆を人間ンン豆と呼び、人間ンン豆は藤豆、鞘人間はサンド豆と呼ぶ。夏に、白。 または、ピンク色の花をつけ、秋に長い鞘をつける。鶴製の品種と鶴、梨の品種とがあり、鶴製の品種の方が、収穫期間が鶴、梨品種よりも長い。日本では、北海道が、主産地となっており、2006年の作付け面積は8,880ヘクタールで、収穫量は1万8000トンとなっている。特に、対象金時は、 最も人気がある品種である。金時豆、うずら豆および虎豆、手棒、手棒、よび大福豆は、インゲン豆に含まれる。キドニービーンズは、赤インゲン豆、ピントビーンズは、うずら豆のことであるが、主に輸入品がこう呼ばれる。しばしば混同される、ベニバナインゲン、藤豆は禁煙の別種である。クランベリー豆、インゲン豆は安価で、低脂肪。 高タンパクの非常に優れた食品で、世界中で主食、または主要なタンパク源として利用される。若い鞘を食べる、南サヤ種と、成熟した種子を食べる種実用種がある。鞘インゲンは、生のまま天ぷらにするか、塩茹でにして、和え物やおひたしにするか、あるいはバター炒めにすることが多い。成熟した種子は乾燥させて貯蔵し、煮豆や缶納豆、 カシオのあんなどに用いられる。フランス料理、イタリア料理では、白インゲン豆が煮込み料理に好んで使用される。乾燥重量の2割余りを、タンパク質が占める。アミノ酸素性のバランスも良く、アミノ酸スコアは100であり、特にリシンを豊富に含み、リシンが不足している。主要三大穀物との食べ合わせも良い。ラテンアメリカ諸国の重要なタンパク源でもある。生。 または、加熱不十分なインゲン豆を摂取すると、激しい嘔吐や下痢といった、急性中毒症状が生じる。サラダや、キャセロールなどの鍋料理に、インゲン豆を使用した時に発生しやすい。赤インゲン豆、中毒、金時豆中毒などと呼ばれ、豆類全般に含まれる、レクチンの一種、フィトヘマグルチニーの作用である。レクチンは、 タンパク質なので加熱すれば変成し、人体には無害になる。レクチンを無毒化するためには、豆を十分に加熱する必要がある。80度以下の温度で加熱すると、逆に毒性が5倍に増加するとされる。特に赤インゲン豆には、白インゲン豆の3倍量のフィトヘマグルチニンを、含有し、わずか4から5個の生豆の摂取で発症しうる。 症状は強く重症化する症例もあるが、大部分は数時間で警戒する。フィトヘマグルチニンは、インゲン豆以外の豆にも少量含有され、例えばソラ豆には、赤インゲン豆の5から10%のフィトヘマグルチニンを含む。2006年5月6日、TBS テレビで放送された、ピーカンバディ。で、白インゲン豆を3分間いってから粉にして、 ご飯にまぶして食べるダイエット法を紹介したところ、激しい嘔吐や下痢などの健康被害が全国で発生した。文部科学省日本食品標準成分表2015年版厚生労働省 日本人の食事摂取基準 http://ndb.null.usda.gov/.http://www.null.usda.gov/.fnic/.foodcomp/.search/.tanpact 質、アミノ酸の必要量風、fao, unu 合同専門協議会報告。 日本アミノ酸学会紙役、違やく出版、2009年5月。ISBN 978から42億6370万5681、法役、元プロテインアミノアシッドリクワイアメンツイン、ヒューマン・ヌートリション、レポート・オブ・エージョイント・フー・ FAO ・ UNU エキスパート・コンサルテーション、2007、青葉港、 野菜の博物学83ページジョンソン1999ピアニッシモ114115ジョンソン1999ピアニッシモ117118インゲン豆をもたらしたインゲン全自未録やハット年産別都道府県別データ日本豆類協会2014年11月3日閲覧 で、暴行液財団法人日本豆類協会、ABCDEF 国立医薬品、食品衛生研究所安全情報部発行、食品安全情報の、米国食品薬品局によるフトヘマグルチニンについての情報より、ありがとうございます。